どうもみなさん、ナレーションです。やっと機材を揃えましたので、えー、ナレーションつけています。この動画は、一粒の雨水が小さな流れとなり、やがて大きな川になるよう願いつつ制作しています。今回取り上げる作品、えー、生物がその4、そして作業内容ですが、色のせいです。そして、 自分の勉強を兼ね過去の偉人や今のアートについての書籍を読み込んでいき自分の意見や感想などを挟んでいこうと思いますさて前回に引き続き今回取り上げる書籍は「もっと知りたいピカソ生涯と作品」大高康次郎先生監修松田健二先生長東京美術 2006年発行、えー、どちらの先生もスペイン美術碑に関する著作を多数出していらっしゃいますそれでは続けていきますピカソが影響を受けた芸術家たち他の画家の養分を貪欲に取り込んだ極めて個性の際立った急な画家である一方で 古典や同時代の芸,芸術を貪欲に取り込んでしまうピカソは芸術家としては珍しい存在だ、えー、模倣と取り込みの線引きですありますが、えー、元となった作家をもう想像できてしまう状態だとこれは模倣の息を出ないというのが、えー、個人的な見解ですねそれでは続けます パリに出た当初ピカソはスペインでは見ることのできなかった最新の芸術を手当たり次第に自らのものにしていった、えー、この当時の最新の定義ですが、えー、古典の状態の破壊ということが、えー、挙げられるのではないかと思います1901年ボラール・ガローで開いた展覧会に対して ある批評家は公表評しているあらゆるテーマが彼を魅了しすべてのものが彼のテーマとなる彼にとっての危険はこの請求さの中に存在するそれが安易な妙義に達しより安易な成功に彼を導きかねないのであるまあ この意見の真意には没個性という状態が言いたかったのではないかと思われます。それでは続けます。しかしピカソは単に他の芸術家の後を追う模倣者に終わることなく青の時代で自らの個性を発揮し始めその後も目まぐるしく様式を変貌させながら 独自の世界を切り開いていくこの画風を変貌させていく様式というのは当時にしては珍しい存在ではなかったのではないかと思われますクールベゴッホロートレックゴーギャンルノワールセザンヌエルグレコベラスケスゴヤピカソが 影響を受けたと指摘されている芸術家の名前を挙げていくとキリがないほどだこの「影響」と一言で言っても単に技術の模倣だけでなく主題の引用やテーマの拡大解釈などまさに発想の源となっていると感じられるところが大変興味深いですねそれでは続けます 第一次世界大戦中に始まる古典復帰の時代はアングルの時代と呼ばれ第二次大戦後には過去の作品に触発された「ラス・メニーナス」や「アルジェの女たち」の連作を制作する。ピカソは過去の伝統から養分を得た上で独自の世界を生み出していったのだ。 単に「前衛芸術家」というレッテルを貼るだけではこうした部分は見落とされてしまうだろう。歓楽街モンマルトルの丘の中腹に佇たずむ「ムーラン・ド・ラ・ギャレットは」は信仰の市民階層に世俗的な娯楽を提供する 場所であったダンスホールを併設するこうした種類の酒場は大衆のみならず多くの芸術家をも魅了するえここで同時代同じ場所で活動していたえ藤田嗣治異邦人の生涯近藤文人先生著。 講談社文庫より、えー、読み込んでいいいきたいと思います銀京というキャバレーで開かれた舞踏会でバンドンケンと2人で藤田は合作したカジノド・パリの若い踊り子2人がほとんど裸で1枚のキャンバスを持ってステージに立っている。 そこに塩尾服を着た藤田とバン・ドンゲンが登場する。カンバスに向かった二人は大げさな身振りで絵を描き始める。バン・ドンゲンは女、藤田は猫を担当し、女が猫を抱いている構図の絵を完成させようというのである。しかも二人が同時に描き始め、 同時に書き終わるという趣向である打ち合わせも何もしないでぶっつけ本番だったのだが10分ほどで見事完成大喝采を浴びた仮面舞踏会はルノワールの作品で知られるムーラン・ド・ラ・ギャレットやビュリエなどで開かれることが多かったがたまに 画家のアトリエででされれることもあった、えー、それではピカソに戻りますルノワールが光と若々しさに満ちた場所としてムーラン・ド・ラ・ギャレットを捉えたのに対してロートレックは同じ場所を大敗的な雰囲気に書き出したパリを初めて訪れたピカソが この場所を描いた作品は後者の端美的な影響が顕著となっているちなみにウィキペディアで調べますと、えー、フランスのモンマルトルに存在したギャレットの風車の名を持つダンスホールであるもともとはナポレオンが没落した1814年にモンマルトルの人々が 外国軍第6次大仏大同盟軍に対して抵抗活動をするための拠点地であったしかし第二帝政時代に田舎づくりのダンスホールに改造されたその後も建物自体は存続しているものの20世紀初頭に改装工事が行われ 大ホールが建てられたため当時の風車小屋の名残をとどめているのは入り口のみである、えー、ここで基礎からはよくわかる世界史より読み込んでいきます19世紀半ばを過ぎると非写実的なロマン主義が衰退それに代わって市民生活の成長とともに 科学技術の発達や資本主義の矛盾を背景に人間や社会の現実を書き出そうとする「写実主義」「レアリズム」が発生とあります。ムーラン・ド・ラ・ギャレットの作品に関してですがルノワール作これが1876年ロートレック作 これが年、そしてピカソですが1900年に制作されています時代を追うごとに大敗的な雰囲気が漂う作品になっていてですねこれやっぱ時代の移り変わりというのが感じられるように思われますちなみにポスト印象派ですがウィキペディアによれば 印象派の後にフランスを中心として主に1880年代から活躍した画家たちを指す故障であるこの区分は印象派に対する態度によるものであることから様式的な共通性は希薄でありそれぞれの画家の画風は大きく異なる。 これまで読んできた印象ですが、さまざまな試みを用いた個性の追求と言えるのではないでしょうか。そろそろ時間も限られてきましたので、また次の機会に引き継ぎたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。良い時間をお過ごしください。それではまた。